初代ソモンド伯爵、初代インチクイン男爵マロー・オブライエン・インチクイン、男爵はアイルランド貴族の男爵位。マロー・オブライエンが1543年に除されたのに、始まる。6代男爵マロー、オブライエンの代の1654年に、インチクイン伯爵、10代男爵マロー、オブライエンの代の1800年にソモンド公爵に、除せられているが、 両社食いトも1855年に廃絶。インチクイン男爵のみ初代男爵に遡っての分流に継承されて現存している。2016年現在の当時は18代男爵コナ・ー・オブライエン。最後のソモンド王であったマロ・ー・オブライエンはイングランドのアイルランド支配に対抗するも結局ヘンリー・パッセイに降伏し、1543年7月1日の直居場で アイルランド貴族シャクイソモンド伯爵とインチクイン、男爵に助せられた。インチクイン男爵位は、通常通り直径の男系男子に継承される、ク位だが、ソモンド伯爵位は、マロウロイドのオブライエンに継承される旨の特別継承権の規定が付けられていた。この規定によりマロウの長男ダーモト・オブライエンは、2代、インチクイン男爵位のみを継承した。6代男爵マロウ・オブライエンは、 ピューリータン革命期にマンスターの応答派を指揮した。1654年10月21日には、アイルランド貴族爵インチクイン伯爵と、クレア県におけるバレンのオブライエン男爵に助せられた。二大伯ウィリアム・オブライエンは、1690年から1692年にかけて、ジャマイカ総督を務めた。五大伯マロー・オブライエンは、就職前に、アイルランド議会の、 就職後は、クレートブリテン議会の庶民委員議員を務めた。彼は1800年12月29日に男子亡き、場合に、兄弟への特別継承権を認めたアイルランド貴族、借位ソモンド公爵に助せられた。さらに1801年10月2日には、連合王国貴族借位バッキンガム州におけるタブローのソモンド男爵に助せられたことで、連合王国議会貴族委員となったが、 彼には男子がなかったためこのソモンド男爵位は彼一代で廃絶している。初代ソモンド公の死後、老いにあたるウィリアム・オブライエンが特別継承規定により二代ソモンド公となる。彼はアイルランド貴族代表議員としてイギリス貴族院議員を務めた後、1826年7月3日に連合王国貴族爵位ヨーク州におけるタッドカスターのタッドカスター男爵に助せられた。 しかし彼にも男子はなかったのでタッドカスター男爵位は彼一代で耐えた。二代ソモンド皇の死後、その弟であるジェームズ・オブライエンが三代ソモンド皇を継承した。彼は海軍大将まで昇進した海軍軍人だった。子供はなく彼の死去をもってインチクイン男爵位を除く全爵位が廃絶した。インチクイン男爵位は初代男爵に遡っての分流である五代。 純男爵ルーシャス・オブライエンに継承された。13代男爵、14代男爵エドワード・オブライエン、15代男爵ルーシャス、オブライエンはアイルランド貴族代表議員として、貴族院に議席を持った。2017年現在の当主は18代インチクイン、男爵コナー・オブライエンである。邸宅は、アイルランド・クレア県にある、ソモンド・ハウス。現在の当主十八代インチクイン断爵 コナー・オブライエンは、以下の爵位、順段爵位を保有している。ケーフズ、ありがとうございます。